はい、前回アップしましたメダカの、またちょっとなんというか系統が違うというか、何系統か作ってるんですけど、うん、まあほぼ同じなんですけど、違いが分かりますかね。この奥の方にいるやつと、あとちょっとブレますね。どうでしょう、分かりますか。透明輪が入ってるんですけど、透明輪も2種類、白っぽいのとゴールドっぽいのがいますね。まだこれも改良中で、違う系統、前回のメダカとは若干違う系統になっています。一つの品種を作るのに何系統か並行して作業していくという、そういう、少し面倒くさいことをやるんですけど、うん、その中でもまた分かれてきて、で突然になんか珍しいメダカが出てきたりとか、そういうことがあるので、うん、私は、今何系統かな、今最初は3系統あったのがだんだんと増えてきちゃってるんですけど、ここからまた、結局あれですね、メスだけしかいなかったので、メスとあとオスを、違う種類のオスを掛け合わせていくという感じになるので、もうその時点で2系統とか3系統増えてくるという感じですね。それでそこから透明輪とか、体内光重視とか、体内の黒い色素が多いものを重視するとか、体外光とか側面光とかこう分けてくるんで、なかなか、いろいろな種類を飼育するというのが困難な状況になってきますね。品種改良に入るとやっぱりそんな感じで、あとですね、今このメダカのなんか一つ傾向が見えてきたような気がするんですけど、まだその部分は今回はまだ発表するのは控えておきます。ちょっとこれ側面から見てみましょうか。はい、横からなんですけど、昨日のメダカとほぼ同じなんですけど、この透明輪の私が目指しているところのメダカ、この透明輪がいるんですけど、これがかなり近いんですね。これがかなり近くなってて、あとはこれに背中にみゆき的な光を乗せていくという、そういう、あとはまあその辺ですね。かなり近いですね、この透明輪の奥のやつね。体色的にも母親にかなり似てる。これはこの透明輪ではない、普通輪のこのメダカはもうほぼこれでいいのかなとは思うんですけど、透明輪の方ですね、このこっちの透明輪の方、下のタイプではなく透明輪のこの上の、まあ上から 1,2,3 番目、真ん中ですね、この手前のか、手前上のやつが近い。
これね目指してるんですけど、ここの背中がさらにブルーの光が乗ってくるタイプ、これを出したいですね。この透明輪じゃなくてこっちのこの奥のやつ、この奥、これね、このタイプ、背中にブルーが乗ってるこういうタイプ、この透明輪を作りたいですね。ちょっと探してみましょうか。このさらに背中に光が乗ってるタイプ、みゆき的な感じのメダカ探してみます。はい、見つけちゃいました。ほぼ完成の私のイメージしているメダカ、かなり近いとこまで来ているやつがいました。まずこのメダカを見ていただきたいんですけど、この尾びれの付け根、尾筒のあたりに背中に光が乗ってる透明輪なんですよ。で、あともう一匹これです。この左斜め上の若干小さなメダカ、骨が曲がり加減なのが残念ですけど、背中に光が乗ってます。これ透明輪なんですよ。で、腹膜がゴールド、全身体内光にはなっていないんですけど、だいたい母親と同じようなそんな表現になっていますね。横から見てみましょう。